はい、では続きを撮っていきます。事情は大体分かったよ。でも正直まだ信じられないね。私の名前？ステラ。赤ん坊の笑顔には弱いね。ステラおばさん、この子の不思議な力を使ってシドさんの記憶元に戻らないかしら。うん、そうだね。やってみる価値はありそうだ。はあ。おやおや、こっちの話してることわかるのかね。そうかもしれないわね。ラファエロ、お腹空いてないかい？ビスケット焼いたんだけど食べないかい？無理よ、まだ歯が生えてないんだし。え、今の音は？シドさんだよ。どうしたんだろうね。頭が痛い。くそ、思い出せ思い出せ。シドさん、無理しちゃダメ。ちょっとラファエロ、あれ、こっちか。行っていますか。どこか。ああ、うん、いい曲ですね。トーン！ダンジョンヒーロー X、 ここに剣山グッパー。ああ、なんか出てきた。チョコボ、モグがこれからお前にワンポイントアドバイスをしてやる。クッポ、呪われたアイテムを装備すると外れなくなってしまう。クッポ、そんな時はデスペルの本を読むか教会に行って呪いを解いてもらうしかない。クポ、なんか聞いた気がするな。モグのワンポイントアドバイス、参考になった。クポ、それではいざさらば。んー、ジョブチェンジはまだできないかな。まあまあしょうがないか。じゃあ行きますか。俺はどこから来た。そういえば持ち物預けるの忘れてたな。これ多分満腹度減少、これ召喚かな。あ、まあ注意でございます。
強いな。見えない罠かな、見えてなかったよ今。これ移動速度普通なんですけど、それでも結構速いんですよね、情報なし。攻撃を外すとはね。とは。あ、そうだ、ダメージ受けるとちょっと SP が回復します。対しては節約してるな。なんで。ちょっと足場。砂漠の塔を目指せば。その声。どこかで聞いた。同じだろう。
まあ鈍足だし、まあこれぐらいあるのが普通かな。どうもな、いい動画は遠いのだし、子守歌周りに何度も何度も聞かせる。おっと、もし一発か。結構広くなってきたかな。あれ、もうあるけど。拾ったじゃないとダメなのか。できるだけ稼ぎたいです。うわー、なんかみんな眠らせが。倒せないか。ナイス。ですね、いらない。この辺でいいかな。起きてないか。いいよ。どっちも食べるか。なんか薬弱いおしだな。じゃあ時間的にこの辺で一旦切っておきます。ご視聴ありがとうございました。